これ全部バラせ、全部バラすんだよな。バラして一本でかいようにするんだよ。はい、よし。いや、ずっとあーちゃんと一緒だったんですよね、今日ずっと。だからなんかサプライズしようっていう気がなんか起きなくて、なんか分かってはいたんですけど、母の日ってなんかやってなかったんですよね。こうやって急いでやるんだろう。てか、なんかさっきあの K-CON っていう韓国のアイドルのが集まってなんかわーってやるっていうフェスみたいなのを幕張でやってたのを、ちょっと友達がチケット取ってくれて、で、あーちゃんと二人で行くっていう、普通に母の人が関係ないイベントが発生してたんですけど、それが終わったのがまあ9時半ぐらいで、9時半ぐらいに終わってスーパーに行ったんですけど、スーパーにね、花屋コーナーがあったから、あーちゃんがママにお花買いたいって言ってたから、おい、バーコード付きの花束しか買えなかった。一本一本バラ売りでは買えなかったんですね。だからこういうね、花束をいっぱい買って、つなげるという作業が今終わりました。あー、いけるかな。ちょっと、あ、もうちょっとさ、なんかもうちょっとありそう、やりよう。これなんかちょっと工夫してこれ改造します。誰の花の日なんでやってくれなかった。かな、うん、いいじゃん、その絵。じゃあ、飾ります。うん、飾ります。飾ります。何描いてるの？これね、ママにメッセージです。じゃあ、ここに俺がメッセージを書くから、うんうん、ママへのメッセージ一言お願いします、うん、どうぞ。一緒に、あ、言って、口で言って、喋って言って、一緒にママに言ってみて。ママまた一緒に花あげる。また一緒にあれ花あげる。ママに花あげる。うん、花あげるってじゃあ書いておく。うん、お、この母の日にふさわしいメッセージをね、書かせていただきました。花あげるって書いてますね。ふくまる。ねえねえ、ずっとね、お花、ママに、どうぞって渡す。お花。渡してくれる？自分のだ。絶対かっこいいから。絶対かっこいい？うん。ママに伝えたいこと、この動画でも一言お願いします。うん。ママ、いつもありがとうって言ってほしいんだよ。うん。ママ、いつもありがとうって言ってます。行ってくるね。まだまだサプライズだから、ママそこでいるから、ドッキリ。よし、来た。ダンスのハート。ママ、一言最後にお願いします。ママ、一言。一緒にお仕事頑張ろう。すごい、なんか感動してる。見て、ほら、白いのハート。これもいいね。仕上げてます。あ、ついてますやん。あーちゃんの自己肯定感を上げるためには、この一言マジでめっちゃ効きます。皆さん覚えておいてください。準備完了だ。じゃあ登場の仕方どうする？演出一人ずつ、せーの。いや、3人最初は一人ずつポーズ。ありがとう、さよなら。じゃあ普通に、せーの、あーちゃんいつもありがとう。よいしょ、並んで、整列。あっ、オッケー。ほら見て、せーの、あーちゃんいつもありがとう。あー、母の日だー。
でとう。まずは次男の絵からプレゼントです。あ、じゃあ渡してください。いつもありがとう。何書いてくれたの？電車も書いてくれたの。電車書いてくれたの？これママプレゼント？うん。じゃあください。はい。ありがとう。はい。何でしょう？やったやった。うずでした。はあ。やった。これ素敵だよ。一番すごい人はポンスとあーちゃん。すごい。ママまた一緒に。お仕事頑張ろうね。一緒に頑張ってくれるの？ありがとう。コンスにもなってくれるってこと？コンスとしても頑張ってくれるってこと？見て見て、家族のハート全部ある。コンス、あーちゃん、しばゆで、一番すごい人ポンスとあーちゃんだから、ポンスのハートのあーちゃんハート。すごい。2人だけのこれ。あーちゃんのハートはだけは油性マジックなんだよ。すごくない？そのこだわり。そうなの？ママが一番太いってこと？太くて目立つってこと？嬉しい。ありがとう。僕の絵ってさ、メッセージ性が込められてるよね。素晴らしいね、うん、すごい。あー優しいね。これくんはこれ電車描いてくれたの？うん。ママ喜ぶと思ったから。うん。すごい上手だね。うん。どれがさ、電車？これだよ。これが電車？うん。こんだけあって、ここが電車なの？うん。ええー。こうやって、ずっと電車。動くの。ポッポーって動く。ポッポーって動くの？うん。ええー。これは何？これは、電車のベイビーシャーズなの。あ、電車のベイビーシャークなんだ。で、一番さ、この中で良かった人誰？みんなだよ。まだ俺、まだ俺はめくられてないんだ。あ、そっか、まだパパのやつ見てないわ。まだ、まだだったんだ。一問、あ、いったと、はい、こちらです。ありがとう。あーちゃん、いつもありがとうございます。本当に感謝しかないです。嘘だ。なんで一番持ってる、はい、一番あーちゃんに伝えたかったことは、あーちゃんが一番持てる。おかしい話だな。ね、これ見てもいい？いいですよ。開いて見てもいい？とっておきのプレゼント。見てもいい？じゃあこれちょっと、とっておきです。すごっ。うまっ。すごい。え、すごい。え、これあーちゃんってこと？え、違う。私んちのお母さん。私んちのお母さんがあーちゃんみたいってことじゃなくて？いや、もう母親界でもすごい権力持ってるじゃん。確かに。ライバルかも。理想のお母さんじゃん。花あげる by 福丸。あー、かわいい。そう、メッセージくださいって言ったら言いました。あ、そうなんだ。じゃあ、この中で一番あの、うん、嬉しい絵がもらった人は誰でしょうか？はい。どうぞ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 、みんなです。どうぞどうぞ。ありがとう。ちょっと写真撮っても、やつやつ、これで写真撮って、やつ、じゃあ撮ります。いい。どっち、黒い方？こっちです。はい、撮ります。ポーズポーズポーズ、イエーイ。あーちゃん好きだよのポーズ。はい、ということでサプライズ。すごい、嬉しかった、うん、絵が可愛いね、すごい。誰の絵？みんなの絵が良かった。さすがだって。すっごい良かった。これは本当になんか感動する。そう、この虹の、うん、虹もこうやって一つずつ、一色ずつこうやってかかってて、ママが一番太いやつに描いてくれたの。優しいね。いや、これはね、本当に気持ちこもってますね。いや、これやってよかったね。いや、大成功。イエーイ、イエーイ、サプライズ大成功。ありがとう。はい、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 これこれこれ。今みたい。ありがとうございました。まあギリギリ
日付回ってない母の日いない、うん、ですよね。はい、あーちゃん、たぶんたんとみーたち、みんな大好き、ありがとう、たんとみんな大好き、たんとみんな大好き、大黒柱、いや、うん、あーちゃんがいないと困る、ありがとう、いいよいいよ、ありがとう、困るきつ、ありがとう、ありがとうね、あーありがとうありがとう、ゲップした今、クソなんだ、なんかゲップのま、あー嬉しい、鼻の穴、鼻の穴、鼻の穴、ジュースの穴、うん、ジュ、あーありがとう、鼻の穴にじゃあ、あーちゃんさん、母親に一言お願いします。え、母親に一言、母の日の一言お願いします。皆さん、いつもお疲れ様です。子育てをしてくれてありがとうございます。皆さんが未来を担うスーパーヒーローです。子育てをしてくれてる皆さんは私たちの希望です。良い未来のために素晴らしい子供たちを皆さんで頑張って育てていきましょう。ありがとう、ママ。ありがとう、ママ。